どうも。以前マキタのスプリットモーターにつけて使う水中ポンプアタッチメントっていうものを紹介しました。でこの時の動画ではこの 40VMAX 仕様のマキタの中では一番パワーの強いスプリットモーター、これにつけて動かしてみたっていう、そういった動画だったんですよ。で今回はですね、これですね、同じくマキタの 18V 仕様のスプリットモーター、これに、この水中ポンプアタッチメントを取り付けてどれぐらいのパワーが出せるのかっていう、そういった動画にしてみたいと思います。 18V 仕様の方は 40VMAX 仕様と比べるとかなり軽いんですよ。その分 40VMAX 仕様の方にある絡み取り機能とか3段階のパワー調節はなくて、パワー調節は2段階までなんですよ。その分何を取っても軽いっていう、それが一番の利点ですね。 18V 仕様の方でもパワーが出るなら持ち運ぶにはかなり楽ですよね。本当にちょっとした作業だったらこっちでやってあげるっていう、そういう選択肢も生まれるかと。はい、ということでわさび田の方にやってきました。これで早速テストしていきたいと思います。これこんな感じで持ち運びしやすいんで、本当にエンジン式のああいった水中ポンプを持ってこなくていいんで、もう準備がめちゃくちゃ楽です。でさっきも言ったこの 18V 機はめちゃくちゃ軽いんですよ、この部分が。これでテストしていきます。ちなみにこの 18V の 6A のバッテリー、これをフル充電してきてあります。これでいろいろ実験していきましょう。まずはこのモード1からやってみます。前の動画見てもらえばわかるんだけど、これ使い方めちゃくちゃ楽で、こうただ水に沈めてこれトリガー押せばもう水が出ます。おお、すげえ。あ、結構強いですね。あ、すげえじゃんこれ。すげえすげえ、これめちゃくちゃ強いですね。これ 18V 機でも全然いける。あそこに当たる様子でわかると思うんだけど、結構な水圧出てます。でここ握って絞ってあげれば、あ、すげえ。じゃあもうこれ普通にモード2、要は弱モードか強モードかっていう感じなんだけど、強モードの方、これでやってみます。おお、すげえ。あ、めっちゃ強いじゃんこれ。これ想像以上だったな。わかりましたね。かなり強いです。もうちょいで届きそうって感じだな。こういった具合に散水とかには全然余裕で使えちゃいます。ちなみに前の動画でも紹介したんだけど、さっきホースを束ねてたこれリピート体っていう、こう何度も使い回しできるこう結束バンド、これがあるんですけど、これをこうトリガーのところにこうかけてあげると、このトリガーを自動化できるんですよ。なのでずっと握ってなくてもいいと。こんな感じですね。で止めるときはこうやってあげれば普通に止めることができます。なので場合によってずっと押してるのめんどくさいなっていうときは、自分はこれでやろうと思ってます。ちなみに各モードで、この水の飛ぶ飛距離、これも測ってみたいと思います。でまずこの1から、
まあ、大体あの辺ですね。この距離的には、この吹き出し口というか、なんて言うんだろう。このホースの、水の出るこの位置から、まあ、大体3メートルってとこですね。で、この先端を絞ってあげると、大体あの黒いところまでですね、あのビニールがあるあたり。5.8 メートルぐらい、届いてます。じゃあ次。このモード2の方。まず何も絞らないで普通に、こう水を出した状態、これだとあのちょっとえぐれてるあたり、まあ、大体 3.4 メートルですね。で最後にこう絞ってあげると、お、結構いきます。さっきよりも遠くまで届きましたね。あの黒いやつのもうちょい先、距離的には、まあ、大体 7.2 メートルといったところでしょうか。まあこれあくまでおおよその値なんだけど、まあ何かの参考になれば幸いです。で、まあバッテリーの減りなんだけど、今いろいろ実験やってたらメモリが4つのうち1個減って4分の3っていう感じですね。まあ、ただ思ったよりもっと早くなくなるかなと思ったんだけど、あの 40VMAX の方のフルパワーでやったら15分ぐらいでバッテリー終わっちゃったんで、まあやっぱフルパワーで回すと 18V 機でもちょっとこの残量の減りは早いとは思うんだけど、まあまあ、思ってたよりはっていう感じですね。はい。で、まあちょっと最後にこれ、同じくこれと同じ 6A のバッテリーフル充電にしたやつ、2つこう持ってきました。で、これそれぞれですね、このモード1とモード2、分回し続けて何分持つのかやってみたいと思います。じゃ最初は、このモード1の方からやっていきます。このバッテリーが比較的新しいんで、そんなに下手ってないんですよ。だからまあ、参考にはなるんじゃないかなと思います。この100リットルのタンクに入れていきます。じゃあモード1。スタート。まず今1分3秒経過したところで見えますかね、100リットルが満タンになりました。で、次はここから抜いていきます。スタート。で、まあ今2分2秒経ったところで、このタンクが空になりました。これこうなってるんで、まずこう入れやすいっていうのと、ここで吸い込むんで本当に底の底まで水吸い込めるんですよね。これはかなりいいです。まあ、こんな感じで、ちょっとバッテリーがなくなるまでやっていこうと思うんだけど、今まだ4分の4ですね。はい、どんどんやっていきます。ということで今こんな感じでバッテリーがなくなっちゃいました。このストップウォッチで測ってた時間によると9分44秒間、分回し続けることができたって感じですね。今回準備してる間とかはこう止めてたんで、まあある程度正確な時間が測れたんじゃないかなと思います。なので 18V の 6A のバッテリーでモード1で分回し続けると9分44秒、分回し続けることができて、これだけの水を排出することができたと。で、じゃあここでちょっとリセットして、このバッテリーはもう終わっちゃったんで、今度はこっち、この新しいフル充電したバッテリー、これを装着してモード2ですね。これで同じように実験していきます。スタート。
ちょっと5の2だと、今50秒経ったところでこう満タンになったって感じです。これ舐めてた、これすごいわ。これでまた抜いてきます。1分49秒経ったところであそこが空になりました。これモードに、かなり強いです。もっと弱いかと思ってたら全然実用レベルにすごい勢いで排出してくれます。まあ、さっきと同じようにじゃあこれなくなるまで、実験やってみます。でここで、モード2を分回し続けて、バッテリーが今終わっちゃいました。8分42秒間分回し続けたって感じですね。やっぱモード1でやるよりも早く終わっちゃうんだけど、まあ、その分水流がすごかったんで、なんて言うんだろう、早く、組み出すみたいな、そういう時には使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで結果的には 18V の 6A をモード2で8分42秒間分回し続けて、これだけの量を排出できたという感じになりました。はい、ということで結果的には 18V でもかなりのパワーが出せるってことが分かりました。でうちわさび農家なんで、この砂の上で作業すること多いんですよ。だから軽トラが砂まみれになっちゃう時もあるんだけど、こうやって洗い流してあげることもできます。でなおかつこれですね、こんな感じで湾曲してるんで、こういったタンクにも突っ込みやすいし、まあ、さっきも言ったんだけど、この底面ギリギリで吸えるんで本当に、わかるかな、こんな感じで本当にこの底まで吸い取ってあげることができるんですよ。ということで個人的に今回気になってたデータが取れたんで、ちょっとした作業ならもう 18V 機で、これ運用しようかなと思ってます。はい、ということで、今回はこの 18V 仕様のスプリットモーターでマキタの水中ポンプアタッチメントを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。